なぜかアリーナがチャンピオンリーグディビジョン10になってるバグです。はい。オープンリーグのはずなのに。それでなぜか、オープンハイプカップ競技のやつやろうと思ってたんだけど、ソロキャッシュカップの方に移動させられるというか、競技が表示される羽目になると。ゲーム序盤でここまで差が出るものか。ああ、ここに降りてくるやつ多そうだな。まあ、負けるかも。いや、負けるだろうけど、潔く勝負しておくか。よし。目標のワンキルは達成か。逆に言えばこういう、もう初動の、ツルハシの殴り合いとかでもないと、撃破できんってことか。